上ズ鶴舞駅は千葉県市原市池和田にある小港鉄道線の駅である。関東の駅100線に選定されており、駅本屋は国の登録有形文化財に登録されている。南宋鉄道はこの鶴舞町駅終点を計画していた。しかし、経営難により挫折、わずか8年で廃止されている。古くからの木造駅舎とそれに接する単式ホーム一面一線を、 有する地上駅である。公衆トイレと公衆電話、飲料の自動販売機が設置されている。現在は無人駅になっているが、有人駅時代に使用していた出札口などが残っている。線路を挟んだ反対側には、現在は使用されていない島式ホーム一面二線が残っており、構内には側線も敷かれている。当駅裏手には鶴舞発電所の建物が残っており、 校内外れにはそれを記念する石踏みもある。2019年度の乗車人員は1日平均11人。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。千葉県循環器病、センター1998年10月14日、関東の駅100線の第2回選定駅になっている。選定理由は、大正時代の開設当初の河原吹屋根の駅舎で、 田園地帯にマッチした桜の名所にもなっている駅。駅はテレビドラマなどの撮影にも利用されている。ロケーション撮影での使用例については小港鉄道ウェブサイト内、小港鉄道がテレビ撮影された主な内容も参照のこと。広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料。ありがとうございます。